じゃあ宿題どうしようか。あ、これは来週じゃないよ、明日のゲストっていうか、ミキンの明日のメンバーは誰だろう。明日の乃木帯は、うん、純奈と堀ちゃんが担当します。おい、純奈ちゃん、はい、ちゃん、なんだろう、宿題何がいいと思います？そう、堀ちゃん、ミオナ、ミキです。なんだろうね、何にします？お風呂の湯は何度ですか？でもさ、あ、間違えた、どうしよう、なんかミスった。二人でなんとか、二人でなんとか系のがいいのかな。確かに、どういう、あ、できた。でも、なんか堀ちゃん、あ、そこ、思い出とかでいいのかな、ね、なんか堀ちゃん最高だから、ね、もうね、だって卒業しちゃうもんね。うん、誰の思い出なんですかとか、うん、あ、うん、そうだね、の、あれ、宿題だよ、宿題、宿題、2人の質問でいいのか、思いありそう、何ですか、何みんなが言ってる脇の体操って、脇の体操やってたのかな。どんな体操2人で、うん、でもやってそうじゃない、なんか、やってそう、やってそう、え、書いておく、脇の思い出てんてんてん、脇の思い出はてんてんてん、あ、それ書いておこう、多分そういうことだよね、え、脇の体操、このフリップ持ってツイッターの写真撮るのはず、確かに、脇の思い出は何ですか。じゃあ脇ちっちゃく書いておくよ。脇ってさ、力力力力力力力、脇の体操、脇の体操、ワンツースリーだって、オッケー、体操、乃木坂的にオッケーって心配してくれてる人で、多分、ね、ずっと私じゃない人がやったらダメって言われてる。スリー、え、乃木どこ、あの、脇ちっちゃく描いてみた、だからいけそう、まあまあ、じゃあちっちゃかったらわかんないね、うん、じゃあ描きましたので、はい、これこちらです、宿題です、いいね、ちゃんと脇ワンツースリーでかい、読みづらくなっちゃった、はい、え、これ何をしたらいいの今日は、宿題、もう宿題しちゃう、早い、まあいいか、うん、一旦しちゃおう、じゃん、これかな、はい、昨日のかずみさんとまあやさんからね、二人の思い出は何ですか？脇の体操のワンツースリー、それ私のネタですね。関係ない関係ないですね。思い出、思い出、何だろう、何だろうね、いっぱいあるけどな、何だろうね、けど本当になんか初期の時よく焼肉行ってたじゃん、うんうん、でひなこもいて、うん、3人でめっちゃ頼むのにほぼやっぱ食べれなくて、それを全部純奈の皿に乗せてたっていうのは本当にひどいよね、ひどい話よ、もうさ、お肉これぐらいのさ、サワーみたいになって積み重ねられてね、ね、ね、食べてくれて助かってました、しんどいぐらいお腹腫れてそうなのに申し訳ないから、幼いながらに申し訳なさはあるよね。そうそうそう、あとさ、クリスマスにさ一緒に過ごした時に、うん、原宿かどっか歩いてて、うん、私が携帯なくしたっていうの覚えてる、そんなのあったっけ、携帯なくしたって言って、うん、道探したあったみたいです、待って、行った道ずっと戻ったんや、そうめっちゃね、迷惑かけてんのよ、街中走り回った多分ね、あの時期すごい走ってた運動量はエグかった、運動量すごかった、難しいですね、ありましたね、はい、青春って
よくわからねえ。青春ってよく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 うーんやるしかねえ。